トマトを入れてね。あ、伸びるぞ。あ、やべえ、爪掛けだぞ。やべえぞ。何か。うん。何？爪掛けだ。何か。抜ける抜ける、下手すっと。危ねえぞ。爪下、あ、いや、2本かかってるか。2本かかってる。いや、ちょっとわかんねえ。ちょっとでも、あの、ちょっと怖え。意外と怖えぞ。なんだよ。絡まっててよかったな。なんだこれ、めげちゃん、どうは。どうもほんなら、ちょっと、取れた。あれか。取れた。これ、まかちゃったっけ。いや、だから、だから、人の作ったものなんか信用ならんだ。あれなんだあれ、足かい。いや、なんとも言えん状況。うん、だから、怖えけ、はよ、縛れ。間違いない。だから俺から見るともう先端しかかかってないように見えるわ。正確には分からんぜ。うん、ただ強手。足口入れた場合だろ。そうだね、足でもそうだし、その爪先のそれがポコンって切れたらもう終わりだけ。あなた今円形の中におるしな。そうなると、まあでも口が塞がってるから噛まれはせんか。これは間が詰まっておる。いやだから他人の作ったものなんか使用ならんだ。しゃあない、だって下のその枠の中に鼻入っちゃったの見てたら。ああ、いいんじゃない。だから他人の作ったものは信用ならんって。あれ俺、ナイフでもあったからな。そこをさっき切って戻してたの、あのしましまの切った後。うん、しましまの切った後戻しとったぞ。俺これ爪取れたら逃げるけな。うん、間違って爪取れたら逃げるけな。鼻は抜ける可能性高いけ。いや鼻抜けるぜ。あのまあ、こいつまだ鼻先、いやーどうかな、鼻先滑るやつおるけ時々。もうそれは空気銃でもいい、大丈夫だと思うけど、ちょうど丸見えだし。横にしてスコープなしで撃ったら、だから横にしてもうスコープ覗かずに。えっかよさ。すぐやるわからへん。撃ってんじゃん。結構上かな。どうかにしたら下がるか。下がっても距離ないのか。どうやっても距離ない。おかしいってあれカズラだな。いやーなんともわかん。爪なのちょっと打っちゃうか。うん。絶対打っちゃう、これ見て。あそう。鉄砲だったら俺の位置から打った方が確実だな。
マジで。シャンちゃんだけど、ツツだ。へぇ、手入れせぇ。手入れせぇ。こっちから打つだろ、はい、こっちから打つだろ。スタートです。うるさい。俺の耳が食らったわ。